こんにちは、石倉一子です。今回も前回に引き続き、ここ山田電機テックランド練馬本店に来ています。前回の動画では加湿器の選び方についてご紹介しました。今回は加湿器はいつから使う、加湿器はどこに置く、家電のプロが選ぶ今シーズンおすすめの加湿器、この3本立てでご紹介します。それでは行ってきます。今回も山田電機テックランド練馬本店の大島さんに案内をしていただきます。大島さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。前回は加湿器の選び方について教えていただきましたけれども、加湿器を使うタイミングで良い時期あるんでしょうか。そうですね、10月の下旬頃から、11月の今時期がいいと思います。気象の世界でも相対湿度が 50% 下回ると空気が乾燥しているっていう表現になるんですけれども、本当にもう空気がまさに乾燥している日が続いていますからね。こちらは東京の最小湿度が 50% 未満の日数をまとめたグラフです。確かに10月から11月にかけてぐんと乾燥している日が増えていますね。加湿器の出番は冬場だけかなって思っていたんですが、4月頃までまだまだ乾燥する日が続きますね。そうですね、だいたい春先の4月頃までが加湿器の利用の目安になります。なんと1年の半分も出番があるわけなんですね。加湿器を使うとき、どこに置くのか悩んでしまいますが、どこに置くのがいいとかいうポイントはありますか？そうですね、だいたい分けて3つになります。はい、まずは暖房との位置関係に変わってきます。エアコンやファンヒーターを使っている場合、その風が直接加湿器に当たらない位置に設置しましょう。センサーが誤作動してしまう可能性があるからです。エアコンが加湿器の空気を運んでくれるように、エアコンの下などに置くといいと思います。風通しがぶつからないようにするのがポイントということなんですね。はい、次は窓や壁から離れた場所に置くことです。それは何でですか？壁際とかに置きますと、カビとかが発生してしまうんで、窓の近くってどうしても空気が冷えやすいし、湿気が溜まりやすいですもんね。そうですね、せっかく温めた加湿した空気がやっぱ結露してしまうっていうのがありますので、カビなどにも影響してきますから、ちょっと窓から離れておくっていうのがポイントになってくるわけなんですね。最後に加湿器の水蒸気を肌に当てないことです。なんかこう潤う気がしていたんですけど、違うんですか？そうですね、最初は潤うんですけど、水蒸気と一緒に肌の水分も持ってかれてしまうので、逆に乾燥してしまいます。そうなんですね。よくあの美意識高そうな女子が卓上に加湿器を置いて浴びるように使っているのを見たことあるんですけど、ちょっとそれはやめとった方がいいよって教えてあげたいと思います。これだけたくさんの加湿器があるんですけれども、今年のトレンドだったりおすすめのものってありますか？はい、こちらの特徴としますと、まずお水を入れる給水が楽だったり、あとお手入れも楽っていうところがまず、はい、1点目になります。給水確かに楽、ね、これ他のやつの回すよりも楽、持ち上げてますもん。そうです、結構、バケツ式になってる、ね、お手入れもしやすいですし、絶対給水しやすいですね。そうですね、はい、結構蛇口のところとかで、給水しにくかったりっていうのがあるんで、こちらのバケツ型だと給水もしやすいので、使いやすいと思います。あともうちょっと給水したいなとか、水が減ってきたりとかっていうのはこちらの水位が分かるので、ちょっと足したいときに、コップから入れていただくことも可能でございます。これは便利ですよね。はい、あとこちらの方ですとエコモードっていうのがありますので、使っていただくと強運転から比べると約 90% も電気代を削減できるので省エネに、電気代高いですからありがたいですよね。はいはい、これは能力もハイブリッドで強いですし、お手入れとかもしやすいんで、これはおすすめの一品ではありますね。そしてもう一つのおすすめがこちらなんですね。はい、こちらになります。こちらちょっとスチーム式になるんですけど、ポットと同じような内径になっているので、このままお手入れもしやすいですし、あとは加熱をするので除菌っていう形で清潔な蒸気を出すことができますので、間口が広いというのはすごく吸水もしやすいし、お手入れもしやすいということなんですね。そうですね、あとフィルターもないので、そこもお手入れの、不要の一つになります。ポットみたいな感じになりますね。ポットみたいですが、とても便利そうです。
何気なく使っていた加湿器なんですが、きちんと置く場所なども考えて最新の使いやすいものを選んで快適な冬を過ごしたいなと思いました。皆さんもぜひこの動画を見て自分にぴったりの加湿器を選んでみてくださいね。今日は大島さん、本当にどうもありがとうございました。ありがとうございました。天気 JP では10日先までの湿度の予報を確認することができます。この先いつから乾燥するのか、加湿器を使い始める目安にご活用ください。それではまた次の動画で、さようなら。